よいしょ。うわっ、ププって言ってる。こんじゃうぃー、元気かい。みんな、急に始まった家事のショールームは今日は短めだけど、みんな見てね。こんばんは、カジです。元気ですか？今日はまだ家にいます。朝からゆっくりしてました。なかなかない一日なので、ゆっくり過ごさせてもらっちゃったんですけど、昨日寝落ちして見れなかったから嬉しいよって。ちょっと昨日遅かったんだよね、やるの。ちょっと短い配信だけど見てってくれや。カジは今日髪の毛を結びました。なんか見けんじゃないかと思っても、髪の毛結ぶのまだちょっと厳しいね。うわっ、ほらちょっとまだ無理だね。そう考えるとちょっとまだ毛が足りないです。結んじゃった方が楽なんでね。もうちょっと伸ばそうかなって思ってるので、今結ぶ日々もしばらく出てきたりするかもしれないですよ。そう、ちょっとしか結べてない。そうなんだよ、髪編んでるのね。そうなんだ、あんまり結ばないからね。髪伸ばすの、あーなんていうの、ベリショにしないよって感じかな、うん、ベリショにはまだしばらくちょっと伸ばしておこうかなって思ってる。来月ぐらいに切ろうかなって思って。ガシュー、シャミです。そうそう、私って常に家にいるよね。常に家にいるよな。レアです。そう、じゃあレア、髪の毛も済んでるの。でもたまにやるから、どっちが好きか決めといてください。ふむふむ、したいんですよ。なんかもうすぐ洗濯物が終わるっていうのと、もうすぐ宅急便が来るっていうのと、まあいろいろあってやばい。ショールームほんと12時にやろうと思ってたんだけど、やりたかったことが終わってなくて1時間も遅れちゃったんですよ、ショールームだよね。今日は寒いが日が暖かいだって。ああそうなんだ、日光が暖かい系のねやつね。悩み、あ終わるんじゃない洗濯機。終わりそうな音がする。そうバタバタしてた今日、一人でなんか容量が悪くて、全体的にそういうの苦手なんですよね、やっぱり、うん、苦手だね。あれやってこれやってあれやって、はい苦手だね。早く押さないとって、まだ終わってない、ピーピー言ったら終わり。だからちょっと今日配信短いかもしれない。夜できるかなちょっとわかんないけど、とりあえずお昼にやっとこうと思って。じゃあ歌おう。世界の幸せの半径にせめて君がいてほしい、いつか光の輪を広げていって、チャリンよ
飽きんぜんりりしないように歌うよ Ready go。 早く円盤にして。お、私たちの新曲ですか。幸せの半径ですか。幸せの半径好きですか皆さん。あれどこ行っちゃったんだ。これ自分もねめっちゃ聞くようにしてるんですよ。理由としては再生数を増やしたい。はい。カジのソロ、ソロ曲私ちなみに3曲あるんですけど、みんなが知らない曲たくさんあると思うんですけど、その曲たちどうなるんだろうな。3曲、 YouTube に光る涙とこれからも載ってるのかな。あと1曲ザマミロスキャットっていう、まだそんな2回しか披露したことない曲なんですけど、歌詞いいよね、私も大好き。このなめこさんって本当にすごいなって思う。今日メイクをさ冬っぽくさ紫っぽい色にしたんだけどさ、あんまりこういう暖色っぽい なんていうのダークっぽい色っていうの使ってないから、なんか今日顔あんまなんか今日違く見える。私自分的になんかちょっと顔がなんていうのマイルドっぽい気がするな。メイクもういいか、もみくか。つば、柏公園何歌うか迷っちゃって。ソロあんのかな。いや、わかんない、何も知らない。そっか、でも凱旋、いや、どうなんだろうね。そこまだ決まってない。今28日で手一杯だからな。結構あん、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 ツアー良かった、来てね。メイクポーチ欲しい。なんかさメイクポーチボロボロなんよね。いつから使ってんだろうこれ。メイクポーチ整理中。ゴールド前にあーやない。メイクポーチ汚いな私。今日大丈夫、今日丸いよだって。間違いない。今日は丸いですね。今日ちゃんと君が描く幸せの半径にどんな光があるの見せて。ありがとうございます。あ、ペンライトまだあるのこれ、嬉しいね。よかった。私って鼻って大きいのかな、なんだろう、鼻の存在感あるよね私。結構そんなことない。高くはないよね、普通ぐらいで、ね、鼻。
自分の顔をまじまじ見ることって配信ぐらいしかないからさ。鼻を打ってるの一回ひび入ってるの鼻にね。お顔が本当ですか。よいしょ。もうちょっと鼻高くなっていいの。ここら辺が欲しいな、ちょっとね。あんま鼻高くないけど、なんかすごい三角だよね、すごいここが。ここないし、ここがすごいパッてなってるタイプだよね。で、うちのパパにめっちゃ似てる鼻。パパの鼻と私の鼻多分一緒。ロッキーグランプリ出た方ですかって。あー、正解。出てましたね。よくご存知。え、嬉しい。ここ覚えてたね。すごいな。嬉しい。急にどうしたん、なんか気になって。自分の顔ってあんま見ることないじゃないですか。こんなまじまじ鼻がとか言って見ながらちょっと今自分で見てみました。パパ鼻折ってないかな、多分。こんにちは。なあ、見たことあるなと思いましたよ。ってすごい記憶力だね。嬉しいや、よかった。ウレピオいいね。すごい、ごめんね、ゆったりしちゃって。洗濯物待ってるの今、終わるの。洗濯物を待つ配信です。心と心ってきっと書き換えないフォーチュン。ありがとう。でもこれ寝癖がひどかったか結んだってそれだけなんだけどね。一回撮ってみようか。すごいよ、ほら、すごい寝癖なのよ。この辺とかほら。そう、あ、でもちょっと結んだら落ちると見て。何かね。すごいよ、これちょっと見よう。どういう、どうなってんだろう。ほら、ガチガチ。すごいね、なんか結んじゃった。すごい寝癖ひどいんだよね私、結構。ドハネにしようかな。結んじゃってもいいんだけどね。ああ、髪ゴムが。あ、ちなみに爪もう取っちゃった。ネイル。悪くないのって。いやいや、ちょっと あれか、跳ねちゃってるね。あ、お昼私今日はね食べないつもりなんですよ。朝ごはんいっぱい食べたからさ。意外と結べるんだね私髪の毛。うい、ほら。セーフ。昨日前髪ニキビがさ、おでこにニキビがすごいからおでこ上げて過ごしてたの。事務所行ったんですけど、事務所行ったら誰か分かんなかったって言われたんだけど、やっぱり私デビューからずっと同じ髪型してるからさ、なんかね髪型変えると分かんなくなっちゃう。ネイル剥がし期間だって。いや、もうだいぶ爪伸びちゃったからってだけなんですけど、ネイルもまたなんか軽くなんか塗っとこうかなと思ってますが、ガチガチのあの青いネイルも取っちゃって、もういいかなと思って。
爪切りたい。これなんだろう、これ爪切り。変な力お腹入っちゃう。確かに違いない。でも食べるものないんだもん今家に何食べようっていうぐらいね、ないのよ食べるものが。そう、だからね、食べない。そう、家事めっちゃおでこ広いからさ、お、明日千葉行くんだけど、おすすめスポットとかあれば教えてくださいな。千葉のどこら辺とか決まってんのかな。なんかね、いろんな場所あるからね。海、山、勝浦、銚子、出山、ここまで車走らせるのあれだけど、千葉駅楽しいよ。なんかショッピングいっぱいで、あとララポートもあるしね、南船橋、ディズニーもあればディズニー行っちゃうとね、一日終わっちゃうけど、千葉市近辺、おお、どうがいいかね、うん、楽しい、なんかショッピングとか楽しむんだったらララポートいいんじゃないか。南船橋ララポートだから一日楽しむけど、千葉駅だったらショッピングもできるし、神社もあるし、なんかいろいろ楽しい、なんか中心部って感じ。美味しいものが結構あるかな。あとなんだろう、あとは幕張、海浜幕張だったらアウトレットがあっていいよ。ここもショッピングできるんじゃない。あとあれもあるか、幕張新都心のイオンモールで映画見たりとか、どうだろう、こんな感じ。楽しいんじゃない、いいな。うちも千葉にいるんだったけど、うちも千葉にいるんだった。モレールなんかアトラクション感あるよね、確かに。千葉駅からとか千葉港とかからかな、ね、モノレールがあるんですよ。そう、モノレール乗ったら、いろんなとこ行けるよ。あ、千葉市動物公園行けるよ。動物アウトレットいいよね、幕張、海浜幕張やってな、幕張メッセの方ですね。そこにある上かな、一番上かなにあるカフェが美味しいですよ。ね、いいよね。完食しないんじゃないか、あんまりしない。まあ、食べるものないみたいなのはあるけど、まあ、ご飯を朝に全部食べちゃって、白いご飯もうなんもないんですよこの家には今。なんもない。いいね、皆さんも千葉、楽しい千葉を見つけてみてください。幕張あるって言ったけど近いは遠すぎや、ちょっと遠いか、そうだよね。柏は、柏楽しくない、柏めっちゃいいよね、何でもある。すごい楽しい、そんなイメージ。
だけが広がるよ、なんかカラフル。カジカリによるようなラーメン屋さん見つけたって。いや、ラーメン、あ、見つけてない。ラーメン食べてないんだよ全然。 家でばっかり食べてるから。ラーメン外で全く食べてなくて、ねえ、探したいんだけどね。なんかね、出会えないね、ラーメン。カレーは見つけたんだけどね、テイクアウトできる。でもね、ちょっと高くて、すごい美味しいから高いのも OK なんだけど、ちょっと鹿島はね、こう3ヶ月に1回ぐらいしか食べれないなって思うんだから。バーガーキング行きたい、バーガーキング行きたい。昨日久しぶりにサイゼリヤに行ったんですよ、お昼に。で、美味しかったハンバーグ食べたそうそう、お仕事の合間に行ったんですけど、サイゼリヤ美味しかった。久しぶりに外食した感じ。よいしょ。サイゼリヤ、いつもサイゼリヤ行ったらマイカのパプリカソースってやつを食べてたんだけど、昔それがね、もうなくなっちゃって何年も経つんだけど、復活しないかなってずっと思ってる。サイズは確か船橋が発祥あだったんじゃない。千葉なんだよね。そうそうそう、船橋だったっけ、市川市か。すごくない、びっくりしたんだけど。あ、カメラ落ちてきちゃった。久々の外食がサイズなんて庶民的ですね、大先生は。うちのこと大先生って言ってんの。いや、そんなことない。お、終わったということで、洗濯物が終わったのでちょっと干していきたいと思います。ちょっと洗濯物遅かったな、回すの。先に回しとけばよかったって今更思っております。乾くかな。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。明日もまたお会いしましょう。では、一着せーの。以上です。バイバーイ。